この、野外活動センターの方に向かいます。ここを、左に行きます。竜王、子供の王国、到着です。いいですか、こんにちは。あ、もし私ちょっとさよなら、すいません。ハイキングコースは、ここの右側っぽく思います。こっち行きます。はい、鉄塔まで来ました。よいしょ。枝分かれしてますね。でもこっちですね、こっち行きます。さっきの分岐は、ここで合流しているようです。どっちがからでも一緒でした。ゴルフ場の横を、通るようです。はい、2つ目の鉄塔まだ着きました。はい、これはどっちに行くんでしょうか。ちょっと地図見ます。ここは多分まっすぐですね。まっすぐ行ってすぐ左に入れるところがあると思うんですけど、違ったようです。ここ出てこの左の方みたいですね。で、ここを多分もう一度左ですかね。ちょっとこっち行ってみます。違うな。
なぜか谷町線の谷町筋の案内がありました。ここで、結構迷ってます。でもやっと案内見つけました。ここですね。はい、神奈美山、ここにもあるわ。はい、神奈美山こちらです。はい、やっと見つけました。よいしょ。こちら、展望台方面ですかね、三角点方面、こっちに行きます。と地図がありました。今現在地ここですね。昆虫の森っていうみたいです。でこの、神奈美山の三角点に行って、ずっと歩いてこの展望台に行きます。展望台の後は、この辺りの道、桜の森かなを通ってずっと下山します。はい、行きます。はい、分岐がありました。ここ何も書いてないですけども、左のようです。こっち行きます。はい、山頂かな、ここが山頂っぽいですね。あ、景色がいいです。神奈美山の三角点、これですね。ハイタッチ。と神奈美山っていう案内の看板がないですね。先ほど来られた方に聞きました。ここの場所は、三角点はあるんですけども、神奈美山の山頂じゃないみたいです。あの山頂っていうのはこの神社とかこの、展望台を山頂っていうみたいですね。そう、ここは、違ったみたいです。なのでちょっと山頂の方向かいます。ここは、左に行きます。ちょっと消えかけてますけども、ここは、この右上の方に登っていきます。全体的に案内の文字が消えかかってます。ここからの景色もいいです。はい、神奈美神社です。はい、展望台に向かいたいです。現在地ここ頂上、あ、これ展望台って書いてますね。はい、行きます。さっきの、分岐から展望台すぐでした。出ます。ここからの景色がやっぱ一番いいですね。
ちょっとガスってますけども、真ん中の山が比叡山です。はい、では降ります。はい、舗装道路出ました。現在地ここで、この舗装道路歩くの嫌なんで、この桜の森っていう方に行きたいです。じゃあこっちに行きます。はい、ここを下ります。京セラの森っていうですね、ここ。面白い案内ありました、カロリーの案内してくれてます。はい、行きます。一休寺、到着しました。